2015年のリヨン国立高等美術学校リヨン国立高等美術学校とは1756年に設立されたフランスの国立の美術学校1756年ラクロワラバル神父や美術愛好家によってリヨンに絵画学校が設立された1780年に直居を受けてエコールロワイヤルアカジミックでデッサン・イジェオマトリとして パリ以外で最初の管理の美術学校となった。フランス革命の後、1793年に閉校になった。1795年にリヨンの産業家の支援によって再開され、1807年に1月25日、ワルシャワにいたナポレオン・ボナッパルトの直線でテロー広場に移転され、エコール・イン・パーリ・デボー、アーツでリヨンに改名されて彫刻家のシナールや、 画家のピエール・レボワル、グロニャール、バラバン、建築家のパスカル・ゲーハや、アントワーヌ・ルクレールが教師となった。リオン美術館長を務めていた、考古学者のアルトーが校長となった。1848年、フランス第二共和制が成立すると、エコール・ナシノール・スーパー・ユール・デボー、アーツ・デリオンに改名された。1959年以降は、文化省の管轄に置かれる。運営は、 リオン市に委託されている。1936年、1948年と場所を移した後、2007年にリオン1区に移された。ありがとうございます。